日本富山県富山市長胸長胸は富山県富山市の町名である。飛越国境や有峰に近い位置にある。かつては長胸鉱山として鉛や銀、亜鉛などを産出した。1930年に離村したが現在でも大技が残る。長胸は神通川水系長胸川の標高1000メートルの小盆地に形成された集落で、長胸はもともと 長戸と称していたが、加賀藩三代藩主、前田利常が、その財産は、衆参に属すると言ったため、長胸と解明した。1626に、大戦左平時によって演山が発見されて、以来発展し、1648年頃には焼かず、300、山小屋800と言われた。しかし、江戸時代後期からは、鉱山の産出は減少していった。 1887年には三井鉱山によって、上岡鉱山の一部として買収され開発されたが、再興せず、1930年に10個の村民が、岐阜県上岡の大津山集落に移住して、廃村となった。現在の長宗集落跡では、複数の地蔵が見られるほか、手入れされた神社が残っており、今でも長宗村民の子孫が集まっているという。 神通川水系町胸川の上流部が区域となっている。長胸区域内の最高地点は西笠山の1697.0メートル。長胸鉱山は隣接する上岡鉱山と同様に、ひだ変魔岩中に含まれる結晶質石灰岩が、ひな岩期限の熱水によって編成されたスカルン鉱床と考えられる。長戸川源流部には風撃地形が見られ、この地形は あと津川断層に影響を受けていると考えられている。旧町宗村部は、降水量1800ミ、mm、リメートル以下と富山県内では、比較的乾燥している。また、標高1000メートル町の寒冷地ゆえに、豪雪地域でもある。樹木は、未伐採のところでは、ブナ順林が広がっており、両線部には、七か窓や、裏ラジ洋などの落葉低木が広がる。阿山帯地域では、 竹看板や排末が見られる。長宗国有林の増林地では、杉や唐松人工林が広く見られるが、豪雪ゆえに、だれが多発し、不成石増林地と化している。また人工林の崩壊跡には、紅葉樹のう大看板や、白看板などが侵入している。総本では、岩内は、岩鏡、竜金花、水場昌などの三野層が見られる。西笠山では、 日光キスゲが自生。横岳山頂両線では、死闘のある高層湿原が見られるが、登山道のない山奥ゆえに調査がなされず植生は不明。長胸国有林のある、この地域には、もずみ林道と長胸林道の2つの林道が通っているが、どちらも、ほとんど未舗装であり車両通行止めになっていることが多い。ありがとうございます。